ニコ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 ピラミッドニコ。はい、ということで本日はピラミッド、2つのピラミッドの描き方を皆様にご紹介していきたいと思います。以前ですね、1つのピラミッドの描き方をご紹介しましたが、本日は2つのピラミッドの描き方をご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、まずは黄色入ります。はい、それでは白入ります。はい、それでは黄色入ります。はい、それではピラミッドの形、このチラシをですね、三角形をこのように置きます。はい、そしたら2つのピラミッドですので、このように置くのがベストですが、横にこう並べておくと奥行きがないので、なるべくずらした感じで、こんな感じでずらして置くようにしてください。ちょんちょん。はい、ということで、次はですね、背景入ります。今回は惑星なしでいきましょう。また次回惑星を作った時のピラミッドの描き方をご紹介します。はい、背景入ります。はい、次はデコピン入ります。はい、デコピン入ります。はい、ピンピン。はい、ピンピン。はい、ピンピン入ります。ピン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 。はい、それでは一つ目の惑星オープン、入れよう。うわー、かっこいいね。はい、それでは一つ目の、ピラミッドの時にご紹介しました。今から影を作ります。まずはヘラの、角をピラミッドの頂点に当てます。はい、影は下から上ですよ。下から上。はい、そうすると影ができました。もう一回いきますよ。はい、頂点につけて下から上です。こういう感じですね。はい、上手、ありがとうございます。はい、できました。そこでここでですね、一番間違えてしまいがちなのが、もうこの影でもういいもんって言って2つ目のチラシを開けると、見てください、奥行きがなくよくわからないです。ここですね、ここに影をつけます。これがポイントです。で、影の付け方はこのヘラをこの線にします。縦にします。このチラシと平行にして、このヘラにこの黒をぶつけます。こんな感じです。はい、そうするとこんな感じです。さっきとは大違いですよ。ほらね、あら素敵。奥にあるピラミッド、手前にあるピラミッド、これはなぜできたのかというと、ここの影がポイントなんです、このピラミッド2つは。はい、そしたらこっちも同じです。影入ります。角を頂点につけて下から上入ります。こんな感じです。はい、撮ってみると、あーら不思議。はい、じゃあ下はですね、以前ご紹介しました、岩入ります。岩山入ります。はい、そうしたら黒入ります。はい、岩山で大事な白入ります。はい、そうしたらこの白い線を越えないようにチラシで擦ります。こんな感じです。うわー、いいねいいね、いけてるね兄ちゃん。はい、こんな感じです。はい、もう一つ手前に白、岩山は白がポイントですよ。はい、ズズン。はい、できました。そしたら以前ご紹介しました光を描いていきましょうか。ちょっとお空がね寂しいのでね。はい、光の描き方はヘラの先端ではなく中心を狙います。こんな感じです。ヘラの中心、ヘラの中心、ヘラの中心。あ、いいですね。はい、こっちも作ります。ヘラの中心いきます。はい、ヘラの先端じゃなくて中心、ヘラの中心狙います。はい、ヘラの中心。はい、これでピラミッドの完成です。イエイ。ポイントですね、ここの影になります。ここの影はヘラを、ピラミッドの平行に置きまして、このヘラにぶつけるように黒を吹きつけて、この影をつけると奥のピラミッド、手前のピラミッドができます。ぜひやってみてください。スプレーマンのスプレーアート教室、このように楽しくスプレーアートをご紹介しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバーイ。